日頃私は38歳は過ぎましたと申し上げているにもかかわらず、デビューから40年になりましたと申し上げると少々計算が合わないような感じもいたしまして、でもまあこのぐらいになりますとあんまり細かく感情していただかない方が本人は最後まで気持ちよく歌えそうでございますので、よろしくお願いしたいと思います。記念公演お芝居の方はいざよい心中、いざよいという幸せ薄い遊女の物語でございました。皆様に見ていただいて、ご感想を伺いますと、最後の橋の上で二人が儚く天国に行ってしまう、やはり大月みやこのお芝居、大月みやこは遠くで見ると綺麗ですねと遠くで見るとと言っていただくと少々胸が痛みまして、ならもうちょっと近くで見ていただきますせっかくお楽しみいただけますので、やっぱり顔よりも他の着物の方を見て楽しんでいただけたらと思います。そして2部の方は歌手大月みやこ、これも、記念公演少々たくさんのプログラムを聴いていただきたいと思いました。そしてデビューをいたしましたあの頃のちょっと懐かしい曲、まあデビューをした頃と申しますと10歳ぐらいの頃の歌でございます。懐かしく聞いていただければ嬉しいございます。大月みやこさんで白い海峡をお送りしました。先週木曜日の橋で歌謡曲の4時台でですね、大月みやこさんのモノマネを、披露させていただきました。北上健さんとモノマネ対決ということで、北上健さんヘリコプターのモノマネもすごくね、お上手でしたね。全然できないですけども。29日、30日とキャンペーンがあったんですけども、その最終日30日の天聖堂さんの方で、ちょっと大月みやこさんのモノマネやってみてよというお声をいただきまして。大月みやこでございます。カモメの声も聞こえない。浜辺に一人たたずめば。披露させていただいたんですが、やっぱりね、もう自分で思っている以上に好評でしたね。大月みやこでございますっていうのがね、なんか今日あんまりうまくいかなかったかもしれないですけど、やっともっともっと極めて、いろんな大月みやこさんメドレーとかね、披露させてもらえる日が来たら嬉しいなと思います。追分けみなとも今日2月の4日発売させていただいてから1周年を迎えました。1年間を通して本当にたくさんのところにお伺いさせてもらって、やっぱり1日でキャンペーンで初めましての方も応援に駆けつけてくださったりとか、あとはね、初で歌謡曲をずっと聴いてたんだけども、やっと会いに来れたよって言ってくださった方も、この追分けみなとを通じてお会いさせてもらえた方がたくさんいて、本当に嬉しいなと思いました。メールでくださったりとか、はい、実際にこうね、こういう気持ちで聞いてくださってたんだなとか、こういうところがもっとじゃあ、自分でもっと極めていって頑張った方がいいんだなとか、すごくお勉強にすごくなりますし、あとはキャンペーンというと、先輩方のカバー曲にも毎回いろいろと挑戦させてもらうんですけども、やっぱりまだまだ歌ったことのない一曲とか、はい、残念ながら知らなかった名曲とかね。もっともっと学んで、いろんな曲を披露させてもらえる演歌歌手になりたいなと思います。